こそお越しいただきました。今日の一味くりんは居酒屋くん、こんにちみくりんと、ありがとうございます。こんにちみくりんです。はい、ということでまだリップ塗ってなくて、あとヘアもまだ終わってないので、まずはヘアからやっていこうかなと思います。それまでちょっと人が集まるまでお話ししとこうかなと思います。そう、お風呂上がって早くない？もうお風呂入っちゃった。お風呂上がって部屋やらしますということで、鏡なくしちゃってですね、手鏡なくしちゃって、今 3C のちっちゃい手鏡しかないの、これしかなくて、超ショック。それしかないから、それでうまくやらなきゃいけないんだけど、まあとりあえずヘアやろうかな。うん、お風呂入ってメイクするのって、なんかすっきりさせたくて体を、なので一回お風呂入ってすっきりさせて、また配信とか終わったらお風呂入るんですけど、2回入るんですね、お風呂。お風呂大好き。じゃあ早速固定を。前髪がもう長いんですよね。だいぶ伸びてきちゃいましたね。あ、これはアイロンがもう大丈夫だよっていう意味です。クマいっぱい来た。うわあ、1,2,3,4,5,6。野原さん、クマありがとうございます。こんなちょっと部屋まだ終えてないんですが、ビクモンモンありがとう。野原さん、いつも常連さん。じゃあアイロンしていくね。私はもうパパッとやりたいから190度。本当にありがとうございますって感じで、よいしょ、あやろろろ、1,2,3,4、違うねこれ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、なに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 、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、野原さん、熊田はありがとうございます。熊田は超えありがとうございます。野原さん、みくもんもん、なんか イベントじゃないのにすごいありがたい、ありがとうございます。そして柳さんも熊2個ありがとうございます。みくもんもん、東京はですね、というかですね、普通にもうコロナで外出自粛なので、お家にいる方も多いと思うので、この配信を見て楽しんでいただけたらなと思います。でなんかもうあんまエロンかけないでいいくらい結構サラサラなんですけど、一応熱通しときます。トゥトゥントゥトゥントゥトゥトゥン。干し終わったら軽くヘアしやすいように巻きます。もう巻くのは適当でいいかなって感じなので、適当になんか癖つけとかせますって感じです。本当はインスタライブの方を空き時間にこう3時半までの間にしとこうかなと思ったんですけど、なんか意外と時間なくていっかって感じ
感じで、もう急いでパッパーとやっちゃいました。やっちゃいましたね、やっちゃいましたね、パッパーと。適当になんか巻いとけみたいな感覚かも、巻いとけみたいな感覚で巻いてます。私は今福岡にいるんですが、福岡もですね雨が降ってますよ。雨は大変そう雑なのすごく。今日はなんでこう雑に髪を巻いているかと言いますとですね、ゆるふわアレンジにしようかなみたいな感覚なんですよ。なのできっちり巻いちゃうとゆるふわって意味ないんですよ、きっちり巻くと。だから雑に巻くところがポイントです、実は。はい、そうともやっています。とりあえず癖つけとければいいかなみたいな感覚なので、はい、こうやって簡単に癖をつけていきましたとさ。そしたら前髪も NHK の歌番組出るのって、明日かな、確か明日放送のラガッチェ、ラガッチェだっけに出演させていただきます。 AKB でなんか結構イコラブさんとか他の方もいた、なんだろう、なんか他の方々もいて、なんかなんだろうね、なんかあとももクロさんとかもいました。でなんかこう AKB は結構ディバーとか言い訳メイビーとかを披露させていただいたんですけど、今日か今日だっけ今日は今日だっけ今日かそっか、もう日が経ったよ、今日か今日でみたいですね、なんか今日配信されるみたいでです、今日みたいです。なんですけど、だいたい髪を巻き終わりました。あれ、この間ミリニアちゃんのやつ見てたら違った気がするけど、今日なのか、今日みたいですね。服は楽屋にもらってくださいって書いてあったのでもらっちゃいました。はい、服はもらっちゃいました。で今日はですねリップを塗っていこうかなって思うんですけど、ここら辺巻いとこう。これどっちもできるんですよ、ストレートとこっちと巻いていきます。リップをね塗ろうと思うんですけど、サブ撮影でこの服いただきました。そうリップを塗っていこうと今から思うんですが、思うんですが本日のリップはなんか岩田屋さんの、そうポーチがいただいたんですけど、なんかすごくかわいいポーチを3ついただきました。これ多分なんかいろいろ今入れてるの、今一番お気に入りのボディローションなんですけど、ドルチェガッバーナこの、これめっちゃ女の子にはめっちゃおすすめです。これインスタで紹介したくて撮ってるんですけど、今日インスタ配信もできたりなみたいな感覚で、これおばあちゃんにあげるようでもなんですけど、クッキーなんか可愛いでしょ、クッキーをばあばに後であげなきゃって思って、開封してない、まだ開封してない
これなんだ、これは試供品でもらった香水、香水がもともと有名みたいな、結構まあそんなことは置いといて、今日はですね、何だったっけ、これか本日はリップを、ね、紹介、ね、していこうと思うんですけど、リップたくさんあるんですよ。この間もエチュードハウスもらったし、多分パッケージ選べるんですけど、パッケージがすごい可愛くて、本当に超可愛いんですよ、パッケージが。で、これは私はこの色を選んだんですが、今から塗っていきたいと思います。ということで、手鏡と一緒に、どれがいいかな、なんかこれはすごく可愛いんですけど、なんかピンクすぎるのあんま私が好きじゃなくて、だから上からオレンジ系のリップ塗りたいなって思うんですが、あと前サシさんにもらったこれどう使うみたいな感じ、なんか前も紹介した気がするんですけど、これちょっとだけ塗っておきたいなっていうのと、なんかオレンジ系のリップのプルプルがないんですよね。あかりんさんのリップでオレンジのプルプルないかな、どっか、あ、ちょっとこっちで見なきゃわかんない、今ね、いっぱいあるの、メイク道具がいっぱいあるんだ。オレンジ、なんか赤は嫌なんですよ。オレンジリップないな。これどうだ、これでいいのかな、あった、ここら辺わかんないけど使っていきます。プルプルしてくれたらいいけどな。じゃあ早速口を塗っていきたいと思います。かわいい、もうお気に入りですね。ということで、今も全然口なんもついてないんですけど、あ、そう、塗りたいんですが、私リップ塗る前に必ず薬用リップ塗らないと無理な人なんです。え、今めっちゃ唇乾燥しませんか。もう塗りたくらないと無理なんですよ。でもなんかそのリップってなんかこうじゃなくてこうらしいですよ。なんか歯を磨くときもこうじゃなくてこうらしいです、縦らしいですよ。なんかこう線に沿って塗るのが効果的というかいいらしいです、正しい塗り方みたいなことを誰かに聞きました。ね、乾燥しまくれよ、大変よ。塗っていきます。おお、大変大変。かわいい、かわいい、ピンクって感じ。ピンクのリップ全然持ってなくて、やばい、喋るからめっちゃずれる。持ってなくて、基本赤とかが多かった、赤オレンジとかが多かったので、すごくありがたいです。塗るのって大変です、ね、こういう感じで、塗って塗りました。ちょっと割とピンクなので、上からこれを重ねていきたいと思います。ね、ピンクですね、すごく。重ねてナリーノ、なんだこれ、なんだこれ、なんだろう、これジューシーシェイカーみたいなやつです。塗りのこれ意外と塗らないでもよかったっけみたいな、ほんで
こちら、これは本当にすごい色なの。見て、変な色。どこら辺に塗るんだろうって思うけど、ここら辺に塗るとめっちゃ可愛いんです。ゴールド、ゴールド、こんな可愛くない？こんな色です。こういう色になります。ということで、前髪を戻して、前髪を戻して、はい、できました。こんな感じです。はい、イエーイ。ってことで、お口も完成して、ヘアも意外と完成したということで、こんな感じなんですけど、もうこれ切っちゃったら熱くないかな。前髪がね、結構長い。せーの、できた。女の子メイクです、今日は。いつもと、多分ちょっとメイクが違う気がする。ということで、スクショタイムを、早いんですけど、やっていこうと思います。岡本さん、くまさん、ありがとう。みくまんまん、ありがとうございます。耳が結構、なんかミクのお耳が好きな人が結構多いので、今日はお耳を映しながら撮りたいと思います。はい、ポーズ。ね、めっちゃハートくる。やった。お口がかわいい。なんかいい感じ。みんな取れたかな。今日のメイク一番好きかも。お、ありがとうございます。前髪も開けてみます。ね、めっちゃハートすごい。ハートすごいです。大人。大人みくりん。あれ、これはもしかしてあれじゃない？あれじゃないですか、これは。メイクは完了です。ひーくん、もしかして。もしかしてだけど、これって。ウインク、こうやってずっとやっとくの得意になりました。
これって私にたわ、そういうことでしょう。あ、終わった。もしかしてだけど、やっぱやばい、ひーくんからハートを、ハートタワーいただきました。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。もしかしてでした。ひーくん、よよ、これって霜ありますか、指紋ありますか？ありがとうございます、ありがとう。指紋ある？え？指紋ありますか？大丈夫ですか？あるよ、だって。よかった、あ、ありがとうございます。本当に嬉しい、嬉しいです。イエーイ。ん？ハートタワー初めて見た。え、結構ミクのルームハートタワー来ますよね。ありがとうございます。お礼にチンテール、私は怒テール、ニーテール、チンテール、私は怒テール。ありがとうございます。髪の毛を今日は結びたかったから、だから適当に、だから適当にね、結んだの。だから今から髪の毛ね、適当に結ぶぶね。意味、ここ狭い。みーここ狭いよ。これで結ぶ。みーここ狭いです。口がお気に入りです。身引っ越す、ここから脱出したい、狭いです。髪の毛結ぼうかなって感じです。事故りそうだって。事故ないよ、事故ないね。30分が経過いたしました。オレンジクルーだって。お、行こうかな、行こうかな。家政婦のミクですって、行こうかな。家政婦のミクです、引っ越しにやってきました。今日から引っ越させていただきます。今日から引っ越しをお手伝いしていきます。火星人のミク、ミクですか？だって家政婦のミクです。家政婦です、家政婦。なんかこのゴムすごく弱くて、なんか本当に結べてるって感じなんですけど、はあ、そう、前髪ね、重いんだよね、すごく。だから切りたくて、でも今一応伸ばしてます。
いつか切る。よいしょよいしょ。外出自粛しなあかん感じやけど、どこに行くの？だってミクが今こんな状況だから、どこにも行かないよ、ずっと家にいるよ。え、ミク、ショールームするためにみんなに会うためにおしゃれしてるんだよ。何言ってるのかにゃ。そう、あとはインスタライブもしたいから、結構あのね、なんだろう、結構そのやっぱ自粛とかだから家にいる人が多いと思うのね。だからこんな時こそショールームとか SNS を活用しようと思って、結構その楽しんでもらえたらなみたいな感じです。メイク顔疲れちゃわないって。メイク顔疲れない、なんかファンの、なんかずっとでもメイクしてたりすると疲れるんだけど、なんかファンの人にその可愛く見せたいから全然疲れないですよ。疲れないですよ、可愛く見せたい今年頃。だって今日本当だったら握手会でしょ、本当だったらこの私がいましたのにね。ありがとうございます。どこから来てくれたんですか。携帯から、ありがとう。ミクのヒーローさん、あ、ヒーローさん、ミク、ミク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 モンモンタ、ありがとうございます。イエーイ、ミクモンモン、みんなに会うでしょ、だからだよ。そうだよ、だからですよ、皆さんお気づきでしょうか、皆さんに会うから可愛くしてるんです。お気づき？よろしい、お気づきならよろしいです。そう、ミクに会える喜びを今皆さんを感じてくださっているんです。知ってた？知ってた？本当か？本当ですか？本当に知ってたか？その言葉信じていいですか？信じて OK かな？なんか前髪パサンパサー、前髪パサパサだよって感じ。春メイクですか？確かに唇が、あ、ごめんね、唇がピンクだから春メイクっぽいですね。確かに、ちょっと前髪を寄せちゃいます。え、失敗した、失敗した、おばあちゃん帰ってきた。おばあちゃんおかえり、ミク今ショールームしてる。ショールーム中だろ。うん、あ、おばあちゃん、おばあちゃん、これあげる、
これクッキー、クッキー可愛いでしょ。これは違う、いらダメ、知らないやつ。なんだこれ、だってなんでこれって言われちゃった。なんでこれって言われちゃったよ。前髪気に食いません、前髪気に食いません。おばあちゃん若くないよ、おばあちゃん70とか。結構みんなにめっちゃ若そうって言われるけど、全然何でもな、若いのかな、70、若い方？なんか、そっか、若い方みたいですね。心がめっちゃ若いです、でもおばあちゃん。おばあちゃんはあのキンプリのファンです。キング&プリンスのファンです。いつもなんかめーって言ってる、ずっと流れてる家で、本当にずっと私に語ってくる。え、マジそうだよ、おばあちゃんやはりって。若いでしょ、やっぱ若いよね、おばあちゃんって。おばあちゃんにそれ話してみ、ずっと語られるけん、マジで。この間、この間めっちゃちょっと前にあの餃子食べに行った時も、ニノに食べに行った時もずっとその話ばっかりで、もうミクとお母さんももう飽き飽きです、本当に。はい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 って感じで聞いてます。ね、本当にびっくりですね。ミーハーおばあちゃん、いつも いつもそれ流れてるの、本当に。え、もう、え、本当に、え、もう、えってくらいいつも流れてる。もうびっくりするよ、本当に。一回ミクの家来てみて、びっくりするから。おばあちゃん、おばあちゃん、めっちゃ無視されるやんけ。ちょっと聞いてみたいと思いますね。ダメ、似合わん、やめよう、似合わん、やめよう、髪を結ぶのはやめる。よし、もう本当にいつもね流れるからね、やばいんですよ。でも私は洗脳されません、聞いても。はい、もう洗脳しようとしてくるの、私を私は洗脳されません。ちょっとおばあちゃん、キンプリ誰が好きだっけ。おばあちゃん、平野紫耀様、こんな感じなんですよ、いつも本当に感じです、私とお母さんは、うん、いつもそう。つぼったいつもこんな感じなの、どうすればいいと思う、本当に。どうしたら治るんだろうな、なんだろう、いつもね、そう、そんな感じなの。いや本当にね、おおって感じ。仕事で共演したら大変そう。え、だからこの間の歌番組の時もめっちゃうるさかった。
笑いすぎてお腹痛いだって若いんだよね多分おばあちゃん。私はばあちゃん推しだって、言ってみるね。おばあちゃん、ミクのファンの人がおばあちゃん推しになったよ。なんて？ミクのファンの人がおばあちゃん推しになったよ。なんで？もうこんな、私はばあちゃん推しだって言った。ええだ。やだ気持ち悪い。照れてる照れてる。やっぱ。やばい。でもジャニーズさんと話せないから無理だよ。もう照れてたよおばあちゃん。全部キャンみたいな感じだったよ。うん、照れちゃったよおばあちゃん。ピュア確かにおばあちゃんピュアだった女子になっちゃったおばあちゃんが。もうだめだぞ、おばあちゃん女子になっちゃったじゃん本当に。女子になっちゃったよ。第二の青春楽しませてやりな、だってミクと似てないよ。全然似てない、全然顔とかも似てない。うん、ミク本当にお父さんとお母さんの顔って感じで、うん、しかもミクはジャニーズあんまりだもん、うん、こんな花やりながら言うぐらいねおばあちゃん元気。AKB に入りたいんだけどどうすれば入れるって。自分をたくさん磨いて、あ、戻った。半目で止まるだって。いやー、あ、フリーズ。半目で止まんないで。復活した？よかったです。復活。イヤリングかわいいでしょ。ありがとう。あ、ありがとう。しげぴーさん、ソロコンの生写真購入したよって。ありがとうございます。キス顔。ピアスは痛そうだからできない、うん、タコ顔やって。これ袖が可愛いの。フリ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 です。これは一回何時までしよう。うん。今4時15分で。6時くらいまでして、そっからインスタライブやれたらやって、
そっからまた夜に配信しようかなって感じだけどダメ。付き合ってよ。全然24時まで OK だよ。付き合ってよ。付き合ってよ。いいよ。OK、ありがとう。でね、今日はなんと、でんでんでんじゃん。じゃん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 。なんとですね、今日ですね、じゃん、こちら、いただきました。イエーイ。あ、歯が。ちょっとね、あれつけてるのでね、インビザライン、すいません。つきやすいんです、プラスチックだから。はい、ということでこちらをね、いただいたんですけれども、滑舌は悪くてすいませんね、ちょっと喋り方が変なんですよ。矯正中です。ほんでですね、なんとですね、はい、こちらいただいたんですが、田中美久ちゃんがいるみたいでですね、でもちょっと森田ひかるちゃんめっちゃ可愛いんですけど、びっくりした。森田ひかるちゃん前から可愛いな思いよったんやけど、森田ひかるちゃんのこの最初の顔、これだってアイラインとか絶対してないでしょ、あんまり。なんかこう、え、何可愛い、めっちゃ乃木坂さん、欅坂さんか。うえー、もうめっちゃ可愛い、もう大好き、推しメンかもしれないっていうぐらい、これ見て推しメンになりそうなくらいめっちゃ可愛くてビビった。はい、して、あ、田中美久ちゃんいたんですが、ミク色ディスタンス、ちょっとだけこんな、こんな感じで、もう桜に包まれております。なんか青春って感じする、桜に包まれていました。うん、ね、目が大きいですよね、森田さん。本当に可愛いですね。可愛いです。てか皆さん見ましたか。そう、今回はそうなんですよ。ね、二幅広いですよね、本当にね、びっくり。なんかもうこんなに可愛い存在するんだっていうぐらいびっくり、ビビっちゃう。 お姉ちゃんビビっちゃった、うん、可愛かった。可愛かったです。ね、目力ある。黒い羊かなんかをセンターでやってて、そう、可愛いなって、綺麗、美人さんって思いました。ビビアンっていうかと思った、どういうこと。美人すぎ、え、キモ、可愛すぎてね、もうビビアンですよね、は意味やから。どこがビビアン。ビビスかってなっちゃうよ。ビビアン、ビビスかってなっちゃう。あ、小島さん好きですかって、小島さんのことだと思ったら小島瑠璃子さんです。好きです、大好き、小島瑠璃さんめっちゃ大好き。あ、ビビったって言った時こらったみたい。ビビアン、ナイス。ビビスかってなっちゃうよ。ビビスかってビビアン可愛い。
みくりんのショールームツイッターがめっちゃ止まる。すいませんすいません、めっちゃ止まっちゃう。私そろそろあつ森をね始めようかなって思うんですよ。でも持ってなくて、何が違うのか分かんないんですけど、島が作れるみたいで。そうで、島の名前をつけれるならミクモンかっていう名前にしたくて。なぜかというとミクリンカットっていう名前になるじゃないですか、島でミクリンカット、うん、ミクモンカットっていうちっちゃいやつ入れてミクモンカットっていうみたいな名前にしたい。うん、うん、それかミクモンスイっていうの名前にして、ミクモン水筒もとかいい、よくないですか。水筒用の水筒にかけてミクモン水筒っていうそうそうそう、早く博多だから、そうミクモン水筒みたいな、そうそうそうミクモン水筒っていうで、いくらするんだろう、もう売り切れかな。めっちゃ欲しい今ね。うん、欲しいなって思います今すごく。よくないですか、なんかそういうね。売り切れてるか。でも本体はいくらなんだろう、いくらするんだろう。そう結構今人気ですもんね。小さいやつは2万か。うーん、2、3万くらいか。高い、高くない、高い高くない、高すぎた。意外と高かったよ意外と。ゲーム機ってそんなもんだよ。全然なんかゲームとかあんま、携帯ゲームくらいしないから。そんな高いんだ。高すぎくんじゃん。週刊高すぎくん。でもミクとあつ森の話したいって。ねえ、なんか結構ツイッターの TL でめっちゃ流れてくる。サシさんがほとんどつぶやいてる。ユキリンさんもつぶやいとった。ゲームとか全然せん。最後にもらったの Wii U で終わったもん、うん、Wii U で終わりました。私のゲーム人生5年生くらいかな、5万円くらいで終わりました。HKT に入るより前です。 HKT 入ってからは全然モンハンとかぐらいかな。うん、携帯のゲームはめっちゃする。なんか
移動時間とかに塗り絵とか塗り絵とかパズルとか人狼とかしますよ。塗り絵します。でも塗り絵はなんかただ単に塗るんじゃなくて頭使う塗り絵で、色と色同士が重なったらダメなんですよ。ここに赤があったら赤を隣に置いちゃダメで、隣同士が同じ色になっちゃダメな塗り絵があって、色も4色とか3色しか使っちゃダメみたいなのが決まってるんですよ。それそういうのなんか頭使う系好きです。あとオセロとかもやる。オセロも結構好きだから、そうそうそう、なんか学習塗り絵的なやつ、なんか頭使うやつ。あーもう頭休ませようと思ってやるゲーム全部頭使うけんそう、スマブラとか面白いって言うけど、どうなんだろう、やってみたい。面白いのかな、なんか聞く、面白いってすごく。うん、でもスマブラ難しいんだって。うん、難しいのか。リミカの家になりそうです。本当？あるかな。歯が痛い。歯が痛い。夜寝れとるの？夜寝れる寝れる。なんかもう痛いからこそ逆に寝ることに集中。うん、まあでも節約しないとな、強制だから。節約。そう、ムズムズする感じ、喋りにくい。なんかずっとずっとなんかベロがなんか上の歯のところにくっついてる感じ、だからずっとの状態で喋ってるみたいな感覚なんか、うん、でも一番痛くない、この矯正の中でこれが一番痛くない、だから甘えてられないですね。りのみちゃんかわいい、かわいいね。お風呂大丈夫だった？かわいい。なんでそんなかわいいの？なんでそんなにかわいいの？なんかもう可愛い子多い。ダメだ、可愛い子が多すぎて死んでしまう。ご飯何食べようかなだって。おお、みんなご飯何食べるの？今日聞かせてください。てかゴーちゃんと話すの久々。なんか久々の日こ聞こえる。カレー？カレーいいね。私カレー一番上手ですよ。カレー作りに行こうかな。
カレーいいです。みくちゃんカレーうまいですよ。まなとくんも久々。やばい、みんな久々すぎて、久々すぎる。壇上やん、やばい、すごい、みんな久々だな。自粛いつまでかな、いつまでなんだろう、いつまでかな。なんか本当に東京の人たちはすごく本当に大変そう。大変ですよね、絶対大変。まあもう世界だけどね、大変だよね。ホームベース、食パン、伸びるアイス、アンパンマン、本当に大変。この花見できないしね、めっちゃ伸びるんですよね。なんかでも急に増えたよね、自粛から感染ね、本当に怖い。怖いよ、怖いよ。ね、でもなんかめっちゃニュース見るんですけど、なんかあれが味覚とか聴覚とか、なんか熱とかが出ないで、なんか鼻とか耳とかのなんか聞こえない、聞かないらしいですよ。めっちゃそれ聞いて、えマジでって思って怖くて、収穫、耳は違うんだっけ、なんか嗅覚ね、嗅覚、そう、舌と鼻と。怖くないですか？めっちゃ LINE 来る、うるさい、やだ、怖いよ、怖い怖いよ。誰だ誰だね、鼻が効かなくなるってね。地元の隣でコロナ出たけん怖いよ。怖っ。でももっとやばいもん。あれとか、海外とか。普通になんか、そのなんだろう、ミクたちの世代の若い子たちが、その、にはあまりこう、症状とかが出ないみたいなこと言うけど、だから大丈夫だとかじゃなくて、普通に私たちから周りに移る可能性もあるから、みんな気をつけなきゃいけないですもんね、これってね、みんな気をつけなきゃですもんね、本当に。みんなで気をつけましょう。
まあなんか YouTube とかで無観客公演とかやってるしね。チーム H はなんかないんだけどね。ないけど。気をつけましょう。なんだこれ。これなんだ。これどうした。うまくできない。みんなで気をつけましょうね。ほんとイヤリング見せてって。こんな感じ。可愛いですよね。イエロー、パープル、ピンクとかかな、ね、でも東京がどんな感じになってるのかが分からん。どうなんですか。なんか外だってどんな人少ないですか。あのコンビニだけ見た。もうないですよね全然。人少ないのかな。人がいないだって。何それ。もうなんかもう映画の世界じゃん。本当に本当に起きちゃってんじゃん。怖い。まあまあまあ出ないが安全です。本当にアルコールとマスクと本当に怖いから気をつけましょうね。ね、銀座もお店がやってないって。こわ。アルコール毎日飲んで。そっちかい。そっちかい。マスクちゃんとある。みくんちはねマスクお正月安かったからたくさん買ったの。だからあるよ。みんなはあるかな。みんなはあるかな。あれだ、前何がうまくいかない。そうある。エブリデイズ。あ、みんな知ってる？嬉しい。みんな知ってくれてて嬉しい。そうなんですよ。好きなんですよ。歌おっかな。歌う？え、失恋ありがとう入ってるかな。
マナと壇上いるの笑っただって。うおもろい。入ってないか、まだ入ってないかな。6時までだし。歌っちゃおう。今めっちゃ鳴った指。何しようかな。あ、じゃあイコラブさんとかどうですか。イコールラブさん。私の大好きなこの歌を。透明な理由は雨に紛れられるからだって。
気づかずに目を閉じたまま。悲しくなる。何歌おうかな。乃木坂さんなんかないかな次は。きっかけとか？何がいい？孤独兄弟大好き。逃げ水とか。いいですね。制服のマネキンは？あ、君の名は希望？きっかけ聞きたい。逃げ水だって。あった。オッケー。ミクも逃げ水好き。前髪がうまくいかない。おっとっと。日差しに
また戻っちゃったよし、また戻っちゃった、ごめんなさい、気をつけて。よし、なんか初恋ん違う嘘失恋か、失恋ありがとう、入ってる？入ってないか、うん、お母さんから LINE が来てそっち開いちゃったうん、お母さんめっちゃ LINE 送ってくる、バイ、赤さたさしすせそ、失恋ありがとう、入ってないや、入ってないや、初恋って言っちゃうの、テロップに書こう、カラオケ、お腹鳴っちゃった、聞こえた？お腹鳴っちゃった、初恋とは制服のマネキンしっかり聞こえた？いやー、何度目の青空か久々に歌いたいね、また戻っちゃった、また戻っちゃったよ、よしできた、何度目の青空か、強制中で滑舌悪いんですが許してください、
パチ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 、ありがとうございました。あ、カラオケ終わりです。はい、話したい話したい、うん、お疲れ様でした。だってお疲れ様でした。新曲はどんな感じですか？新曲は、ミクは個人的に楽曲がシングルの中で楽曲が一番大好きです。すっごい神曲、です。あ、今日がなんか昨日新曲のタイトル 3-2 と、あとジャケ写が公開されたのって、そうなので、ちょっと今日インスタのストーリーにあげました。何をってなるよね。オフショット動画的なやつあげました。でメールに、モバイルメールになんかメール爆弾朝からしました。見ました。ありがとうございます。めっちゃお腹元気なんですよ。そう、なんかがなんかあれしてるから、今日は断食みたいな、なんかあんまお腹に入れないようにしてるんです。固形物みたいな、なんかを何なんかカム系のもの、めんどくさいし歯があれだから、飲む系のやつめっちゃ飲んで、だから今お腹が多分消化してるんだと思います。とは普通になんかもう歯がいちいち取り外ししないと、あれプラスチックしないといけないから、もうめんどくさくて、なんか間食なんか間に食べるものなくなる。だからチューチュージェリーとかそこら辺しか無理。はい、下の歯がまだまだもうちょっと綺麗になってほしいな。でも大体半年くらいで治る、良くなるみたいに言うから、聞いたから、そう意外と 2-3 年じゃないんだと思って、だから
多分早いんだと思います。お口が、歯が、歯が早いです、すごく。骨格も変わるっていうからね。どうなんだろう、骨格変わってほしくないな、骨格。めっちゃ引っ張るやん。骨格変わってほしくない。このここもうちょっとこうなりたい。こう引き上げたい。これなんか筋トレ、顔の筋トレでできるみたいなんですけど、怖いですよね。意外と私こうなんです、骨格。ちょっとクッとしたい、シュッとしたいですね。こうやってシュッとなりたい、シャープになりたい。ここの肉いらん、この肉痩せよ。ここの肉いらんな。こうなりたい、こうなってこうなって。よくないですか、顔半分。怖いね、横顔こんなくっきりしてたら。いつできるんだろう、100の質問ね。まだか、まだか、まだか。あだ名つけてく、だって。なんかつけられなかった人に申し訳ない。何？ AKB の化粧共有ですか？化粧、自分でなんかメイクするって感じです。 AKB とか HKT も分かんない。 AKB と HKT しか分かんないんだけど、自分で自メイクして髪だけやってもらうって感じかも。でも MV の時はお顔もやってくれるあのメイクさんがいるから、やってもらいたい人はやってもらってって感じかも。あ、まるちゃん、くまさん、ありがとうございます。みくもんもん、ありがとうございます。じゃん、まるちゃん、最近面白い夢見た。見た。何個出てきたんだけど、今日昨日の夜かな。ん？なんて言えばいいの？今日の夜？ん？なんて言えばいいかわかんないんだけど、何個出てきた。ご飯食べてた。イオンでご飯食べ、イオンみたいなところでご飯食べてて、なんか韓国と日本が混ざってる国で。その韓国でもないし日本でもないし、韓国と日本の中間みたいな混ざったところみたいな感じになってて、でご飯食べてて、ただけの話。なんかそうシュールで面白かったです、すごく。シュールでした、すごく。
え、何食べたの？マック？なんだ？なんかあのフードコート的な感じだった、そこは。夢の話。変な夢でした。変な夢でした、すごく。あ、確かにその夢なこちゃんに会いたすぎだし、お腹が空いてて食べたかったからじゃないって。確かに確かに確かにね。もうちょっといいとこ行こうよって。普通になことプライベートでご飯前行くときも、温野菜は食べ放題だから、温野菜かサイゼリアかココスかココスかでした。なんか一回そういうなんかそういうジョイフルとかそういう感じのしか行かない。あと赤からとか、ファミレスです。でもファミレス行くときに一番どのファミレスがいいかみたいな討論してて、ココスか何だったっけ、その忘れた店舗の名前忘れたんだけど、なんかココスとかサイゼリアとかそこら辺ので、なんかどっちがいいみたいな会話してるときに、なんかファンの人にそれ聞かれてて声かけられたみたいな感じがあった。そう、ガストだったっけ忘れたけど、よくなんかそう、なんかファミレスが多いですね。赤から鍋行くの美味しいよね、大好き。その時は確か1回ぐらいしかないんですけど、行ってしたらなんかすごかったなんか結構面白い、店員さん面白い。そう、お鍋とかはめっちゃなんかヘルシーだし、なんかいい。何からを食べると、その時は中間くらいのやつだった気がする。なんかさ、辛いの食べるとさ、すごく体があったかくなるじゃないですか。それでもうめっちゃ熱くて、そう、なんか鍋、辛いものとか食べると、キムチ鍋とか食べると、冬なのに半袖食べたりしちゃうんだけど、もう熱くなっちゃって、外出て涼しいみたいな、そう、熱くなる体がもう、そう。でも普通にご飯食べたらもう眠くなる、なんか 手足がなんかあったかくなっちゃって、で眠くなっちゃう。代謝がいいです、すごく。代謝いいですね、私。座右の銘ってありますか？座右の銘あるかな？みんなの座右の銘聞きたいな。いいのあるかな？座右の銘。継続。なんだろう、座右の銘。一期一会？一期一会、ミクもそうでした。ずっと自分の座右の銘でした。猪突猛進。ああ、いいですね。花より団子？一生懸命。ああ、いい。一生懸命いいですね。もう単純に。あ、一石二鳥。いい。可能性は無限大だ。ああ、いいですね。確かに、まあ、その通り。わあ、みんないい。焼肉定食座右の銘なの、やば継続は力なりね、本当にそうだよ。継続は力なりですよね、本当にね。そこらへんなんだろうな、
な感じ。私も一緒。私前は一期一会とかだったんですけど、今はうーん、継続は力なりかな継続は力なりかも。うまく笑えない。これが精一杯の口笑顔。奥歯噛めないんですよね。仕事の時は極力ずっとつけてたいから外さないです。他番組とか外すけど、コメント撮りとかの時は外さない。結局なんかこのこれは外しても歯の直にあれつけてるから、なんか米粒みたいなやつつけちゃってるから、どっちみち奥歯噛めないんですよ。外しても外さなくても、だから無理。そうつけても分かんないですよね、こうやってやってもつけてるかつけてないか。結構ナチュラルだから、結構コメント撮りとかの時とか全然使える。ずっとつけてるかな。食べるとき以外全部ずっとつけて。大人髪。青巻髪、黄巻髪、赤髪巻。青巻髪、黄巻巻。青巻髪、赤髪巻、黄巻巻。黄巻巻。へえ。今日のお洋服かわいい、ありがとうございます。今日のお洋服はえいこんな感じです。袖はこんな感じ。結構なんかピタッとしてるんだよね今日の感じ。ボブコ、ボブコ、ボブコです。イヤリングは自分であんまり買いません。ネックレスも自分であんまり買いません。ファンの方がくれました、ありがとうございます。大人、大人です。またお腹鳴ったからの鳩のモノマネ。鶏ワトリカニワトリはね、なんかわかるんだよ、ここみたいな、ここここみたいなやつ。ニワトリの、歩き方はできるけど、
まるちゃん、くまさんありがとうございます。まなてたん、ハートいっぱいありがとう。そう、朝がうるさいの、コー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 ってうるさいの、すごく。あのね、よく小学校生の時に学校行く時に、な、幼稚園の目の前を通るんだけど、もうなんかもう朝もうコーケコーコーってすごいうるさいの。そう、すごいうるさい。うん、カワウソ、カワウソはって言ってるの。本当にミクのあのインスタストーリーの癒しみたいなところのストーリー見てください。本当にクソ泣いてるの、みたいなやつ。本当にそう言ってるんだよ。すごい、本当にそう言ってるの、マジで。カラスやって、あー、あー、カラスでやけない、あー、ちょっと山奥にいるカラス。どうですか？ちょっと近くにいるカラスは、違うかなこれ。これカラス、これカラスじゃないですか？これ今いるじゃないですか。カラーのピカチュウ、ピカチュウ、ピーピカチュウ、お腹鳴っちゃった。ピカチュウ、あ、メイちゃんの声だって。あー、確かに、あー、あー、確かに、あー、あー、メイちゃん。できちゃ、確かにできちゃ、めいちゃん。できちゃった、イエーイ、めいちゃんできちゃった。あなたトトロっていうの？もう怒られそうに全然似てなくて。あなたトトロっていうの？あなたトトロっていうの？おばあちゃん、靴が落ちてたの。足なまなさんみたいになっちゃった。足なまなちゃんでもない、や、やしろゆうさんみたいになっちゃった。やしろゆうです。あ、もうね、おばあちゃん、靴が落ちてたの。やしろゆうです。久々トトロ見に行きたくなってきたな、だって、うん、あなたトトロっていうの？声優できそう、ミクク、ミククできそう。ミックは声優目指してるから、声優いけちゃいます。元気ですかって言って、え、元気ですかみたいなやつですか？元気ですか？あなたトトロっていうの？ポッチャマやって、ポッチャマ。言っちゃってる。言っちゃってる。ブラックミクリン元気ですか？ブラックミクリンは存在しない、存在しない。クレヨンしんちゃんのモノマネして、ほほーい、おら、のおら、野原しんの、ん、ほほーい、似てないの自分でも分かってるもん。ほほーい、おばあちゃんが得意な気がする。むちゃぶり。ほほーい、ほほーい、おら、の、野原しんのすけだぞー。できなーい、全然似てなーい。ひまわりの声ならできるよ。
ひまわりの声は、あやや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 、や似てないですか、あやややや、やあみたいなやつ似てないですか、ひまわり、ひまわりは似てる。ちょっとイヤホン外してください。みんな耳が痛い。ひまわりは似てるの。おはよう、おら野原しんのすけだぞ。おほーい、野原、ちょっとしんちゃん上手くなりたいな。お姉さん綺麗だね。この声はできるの、出ちゃうよみたいなやつはできちゃうんだけど、そう、ひまわりしか得意じゃない。あとあれもできる、白、白は得意ですよ。みたいなやつ。白ですよ。チーズじゃんだって。タラちゃんもできる。タラちゃんです。タラちゃんです。タラタタラタ、タラちゃん。タラタタラタラタタラタラタタラタ。イクラちゃんやってだって。あい。キーだって、あいです。ドラゴンボール、オラ悟空、意外と似てた。ちょっと全然似てないと思ってた。ちょっと 0.0001% 似てた。あれ 0.0001% 似てたんですけど。あれ違う、セリフだけ、あ、全然似てなかったみたいです。ミクだけでした、似てるって思ってたのは私だけの勘違い。はい、うん。ペカチュウ、ペカチュウ、ウェイヨーって、ウェイヨー、ウェイヨーは何、ニコロビンとか無理ですね。ちょっとこれワンピースは、何なんこの野郎、チョッパーぐらいしかできないんですよ。チョッパーもすらもうできているかわかんない。この野郎、てれた、この野郎ね、ちょっとセリフがないとうまく言えない。なんて言ってるっけ、何なんだよこの野郎って言ってますっけ、チョッパーってなんて言ってる、照れちゃうじゃねえかよこの野郎、なんか言ってるよね。あ、褒められても嬉しくねえぞか。褒められても嬉しくねえぞ、全然寝てない。全然寝てない。褒められても、褒めな、全然寝てない。なんなんだよこの野郎。落ち込むレベルで寝てない。誰誰、モノマネ頑張ってるんですけど全然似ない。ヒカキンさん、ブンブンブン、ハロー YouTube、 プシュー、プシュー、ブン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 ブ
ブン来たね。ブンブンハローショールーム。ブンブンブン全然できない。無理無理。もう本当に普通に無理。ボイパー？ボイめっちゃお腹鳴る。ボイパーは。この野郎。フワちゃんおはぴよー、フワちゃんでーす。もう本当に全然モノマネで似てたんくてもうあかんじゃったし、もう本当に大役なんなの。本当に地球一周回っちゃってん。あーもう本当に大役、大役だよね。普通に考えてよ、大役。ちょっと聖子さん混ざっちゃった。最近聖子さん、聖子さん入っちゃうんだよ。普通に待っちゃってよ。聖子さん全然合ってないのに、聖子さん、フワちゃんと聖子さんコラボしちゃった。うん、花、松岡花でーす。イエーイイエーイ。花は、あ、最近ですね。あ、花はこの間ミクちゃんに言われたんですよ。何を言われたかっていうと、あのネイルをミクちゃんに見られて、もうえめっちゃ可愛いですねって言われて、でももうミクさんいつも言うんですよ、本当にもう、もう花はこんな引き割れしないの花ちゃん。あら、もう本当に、もう面白いです、本当にミクさん。本当にね、ミクちゃんは面白い。っていつも言ってくれる。本当に、もう。ジーナさん、ジーナさん最近できるようになったんですよ。やったことないけど、確か。ジーナですか？ジーナは、でもまるちゃんとか結構なんかじいちゃんって呼んでる気がするちゃんね。本当にでも最近はゆいは、何ハマってるんだろう、ゆい。わからんって感じ。わからん、わかる、わかる、なんか、そう、なんか、ゆいは、わかるっちゃんね。しげちゃんやって、イエーイ、みんなのしげちゃんだよ、イエーイ。もう最近もうね、みくりんから言われたんだけど、もうしげちゃんテレビで見るの面白いって、本当に嬉しげー、嬉しげー。この間みくりんのグラビアをなんか見ようとして、でこうやって拡大ねしようとしたんですよ。したら iPod で拡大してると思ったけど、紙で、そう、紙で拡大してた。見ました。 DMM で言ってた、見ました。紙で拡大。見ました、ありがとうございます、言ってくださり。TL にそれ流れてきた。あ、私も私も流れてきた。確かに、どの部分やったんやろ。そんな際どいとかある？なくないですか？何のグラビアだろう。
どこの部分だろう、気になる。メール変わってないですよ。とりあえず拡大したかったとさ、だってうーん、唇はね腫れてはないんですけど、前に押し出されてる。プラスチック入ってるからなんかうんってなっちゃう。歯はね、刺激を与えると痛いよ。ジーンって感じで、痛いって感じ。リップがめっちゃ似合ってるって、ありがとうございます。エブリデイス、こういう髪の人いる？いない？こういう髪の人。おるおるってなんかこうなんかこうなんかこうなんかポンって置いて、ストレートのあれじゃん、ヘブリーデイズじゃん。モナリザ、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 チョリース。モナリザこういうことしないからやってみたくなっちゃった。これあれ、あのピアノの先生。ピアノの先生で、これが戸田恵梨香さんの髪型。ほんでこれが失恋ショコラティエの石原さとみさんの髪型、髪型ね。ほんでこれが、これがマイアンさんの髪型、なんだっけ、写真集、パスポート、マイヤさん、マイヤさんのこの、これをもうちょっとこっちにやると、これマイヤさんの髪型、前髪、髪型。ほんでこれが最近デビューしました的な若手女優。そんで、これが今時のポップティーン。そう、今髪型コレクションやってる。で、これがミククで、これがアイドルの髪型。そして、朝にテレビつけたらいるお姉さんの髪型でした、はい、以上です。以上です。以上です。前髪七変化、なんか悪い顔してない、なんか企んでる。
あ、マーマが夜までに仕上げとくは100個の質問だって LINE 来ました。やった、じゃあ夜またショールームで集合ね。100個の質問をお母さん考えてくれてたって。やった、何の質問が来るんでしょうか。楽しみクリンですね。昨日とは違う質問だから大変らしいです。わお。際どいよわらわらだって、怖い怖い。どんな質問、チュチュチュのチュー。炎上しませんように、炎上しませんように。え、何、まとめられたら面5だって、最悪、本当に最低。これ萌香からもらったやつとお伝えくださいだって。えー、最悪。これサシさんからもらったやつ。大役。うん、できた。キラキラリンリンリン。お、キラキラ。いやだ。うん、歯につきそう。出現を期待しようだって。これ以上怒られるのは。僕はやだ。本当に勘弁、価格勘弁、これ以上怒られるのは本当に勘弁です。勘弁勘弁価格勘弁。デゴヒロシやだ。大丈夫かな。まあ、大丈夫でしょう。オードアイドルの道を歩いてくれだって。リュクシ、リュクシ、サイドポニーやってだって。リュクシ、キアラタンだよ。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。インスタライブできたらいいけどな。はい、じゃあそろそろ終わりますので、スクショタイムというのをやろうかなって感じですが、ちょっと待ちを。はい、ということで、じゃあ今からスクショタイムスタート。
口の色可愛いから見せよう。ビームやってだって。はい、いきまーす。やだ。ミクタンビーム。キス顔。大役服顔。ブラックポーズ。激おこ。真顔。真顔。困り顔。ミクじゃダメかな。はい、困り顔。笑顔。つっきゅん。ポニーテール。はい。セクシー。セクシー。ツインテール。お兄ちゃんなんか消えてしまえ。バーカごめんなさい、うちのミククが本当にマネージャーからきつく叱っとくので、本当に本当にすいません。もうダメでしょ、本当にすいません。マネージャーからきつく叱っとくので本当に申し訳ありません。本当にすいません。次は団子。オーラ今日出ないみたいですね。オーラ。じゃあこっちのセンター分けバージョンも。お姉さんだね、だいぶ。センターThank you.
続いてはこっち分け漏れちゃうけど、ウインク上手になったんですよ。ほうずえ。続いて。続いて。意地悪中。以上ですね。終了です。最後、プク顔？はい、大量にお取りいただきましたでしょうか。取れたよー、だってありがとうございます。ということで OK、 じゃあランキングを読んで終わろうかなと思います。13位はノッチョミクリン、12位はバーダック、11位はシゲピーさん、10位は柳さん、9位は銀一のけんさん、8位はミクのジージリンゴ、7位はリューチェルチェルビーム、6位はシロさん、5位はマナトさん。マナトさんって変な感じ、マナト、イエー、すいません。4位はマルちゃん、3位はオカモさん、2位はミクのヒーロー、1位はヒーくん。長い間見てくださり本当にありがとうや、ありがとうや、ありがとうや、ありがとうございました。引き続きもしかしたら何か配信するかもみたいな感じなので、はい。して夜は夜はですね、あれですよ、お母さんがあれですよ、あれを100の質問返しするので、この間とは違う内容なので、こちらもお楽しみください。では見てくださってありがとうございました。ボーン。